このラジオ、聞いているそこのあなただだよ。あなたがプロでデビュー、新人賞を受賞してプロとしてデビューできると、そういう前提で話をしています。プロでデビューすることっていうのは夢物語でも何でもなく、ある日突然腕が上がってデビューできるということです。これは毎年その鈴木喜一郎小説講座の受講生が毎年毎年デビュー何もしてますよね。ねえ、デビューしている瞬間に立ち会ってきた、その経験から来る実感だけど、で聞いてるそこのあなたが笑うかもしれないけど、このラジオを聞いてるそのあなたがデビューした時に、これだけはやっといてねっていう、まあお願いの話、今日はそんなお願いの話です。新刊家康の選択、小牧長久手ダイジェストさん発売中、鈴木喜一郎作家ラジオ。いきなりタイトルで噛むなよ喜一郎。今日のテーマはデビューしたあなたにお願いしたいことです。何が何でも新人賞を取らせますから、まあ、ちょっと抜き語りということです。ちょっとイントロでも話をしましたけれど、もしそのこのラジオを聞いたあなたがプロデビューした時に、真っ先にやることっていうのは、あるんだけど、まず最初に愚痴を聞いてくれてアドバイスをくれる先輩だよ、そういう人を探してくださいっていうことはあります。でこれね、つい同じぐらいの人と一緒に固まりがちなんだけど、同じ人と固まるとね、自分が壊れていくのよ。なぜかというと、受賞した後、売れ行きによってものすごく待遇が違ってくる。そうすると、スタートラインが一緒なのにこんなに差をつけられてしまうんだってことで、それが目の当たりにしてしまうので、そこで壊れてしまうということがあります。で、まあ我々の時代はね、銀座の分断場って言ったらなんかすごそうだけど、要はね、あの当時は学割価格というものが銀座にはあって、ボトルさえ入れておけば5000円で飲ましてくれたのよ。でその代わりにその一杯引っ掛けながら、その銀座のお姉さんにその重鎮と呼ばれる人たちを紹介してもらって、あんな話こんな話を聞かせてもらったという、そういうことでした。とにかくプロの小説家っていうのは読書量が桁違いに多くて、その先輩たちと雑談しようと思っても雑談一つ満足にできなかったっていうことがあったので、それで非常に衝撃を受けたっていうことがある。小説家の世界というのも他の業界と同様、その不公平なこととか不平等なことっていうのはいっぱいある。小説家の業界っていうのはユートピアじゃないから。で我々の時代はそういう、その、
酒場でこっそりと愚痴り、んで、どっちが悪いか、大抵の場合ね、愚痴の方がその業界の慣習だとかを知らなくて、ルール、業界のルールとか知らないので、で、先輩方に、いや、気持ちはわかるけど、いや、お前が悪いんだよっていうことを教えてもらって、どうにかしのいできたということです。で、何年かに一度、この、こういう酒場の代わりに、その、ツイッターだとかさ、ブログだとか、どうかすると、そういう他人の不幸って面白いからさ、それでじゃあ本にしましょうやって言って、こう、けしかけてくる人いるので、まあ、それに乗っかってしまう人だとか、そういう場で愚痴っていくっていうケースを目にするようにっていう風です。で、それやると一瞬で消えるんだよね。王様の耳は老婆の耳っていう、まあそれはさ、井戸の穴でもいいし、足のその腹っぱの地面に足のその生えてる腹っぱで穴掘って、そこに王様の耳やロバの耳って言って言うのは OK だけど、校内放送で世界中が見られる、どこでも見られるような状況でさ、そんな愚痴をこぼしてたら、そりゃあ一瞬で消えるよねっていう、そういうことはあります。で、ここから本題です。その新人賞を受賞してプロとしてデビューしたそこのあなた、僕からのお願いです。デビューしたら生き残ってくださいということです。こう、今時小説家になろうという人は他に仕事があるのにと思うんだけど、他にもっと楽に稼げる仕事があるのにっていう、わざわざ小説家を目指すっていうのは相応の事情を抱えてるケースって結構あります。シングルマザーで預金残高を睨みながら缶ビールを握りしめてキーボードを叩く人がいる。拘置所の便箋にマス目を付け足して原稿用紙を自分で作って書いてくる人もいる。病気の夫と二人の子供を寝かしつけながらその合間を縫ってキーボードを叩く人もいる。閉鎖病棟の中で退院できる人のために小説を綴る人もいる。生活費、保護費を削り仕事を探しながらパソコンとインターネットのアクセス代をひねり出している人という人もいる。小説の新人賞というのは椅子取りゲームです。そこに用意された椅子というのは限られている。対象の場合だったら一人、奨励賞や金賞がもらえる場合もあるけれど、それにしたって10人デビューすることはないからね。で、デビューしたそこのあなた、あなたが受賞してデビューするということは、こういう、そのいろんな人たちの夢と希望とチャンスをあなたが踏みつぶしてるんだということをまず自覚してください。落ちた人のことを意識しよう。で、すごく恨まれると思う。
ただ受賞したあなたがそうした生活や人生をかけているのに落っこちてしまったっていう、あいつのせいで落っこしたっていう、そういう恨みを晴らす唯一の方法、それはあなたがこの業界で生き残ることです。そしてあの人と競り合ったんだから、まあ落ちてもしょうがないよねっていうふうに、線に漏れた人が胸を張れるような、そういう人になってくださいということです。僕の書斎には、そう、何十年か前、日本推理作家協会賞でいただいた時に、おはがきをいただいた。額に入れて飾ってありますけどね。安倍和恵さんという、そういう方でいただ、そういう方なんだけど、この安倍和恵さんっていうのは、江戸川乱歩だとか横溝正史だとかと一緒に探偵作家クラブを作って、それが後に日本推理作家協会になったということです。で、僕が推理作家協会賞を受賞した時にいただいたハガキ、この時に安倍和恵さん85歳だった。そのハガキにはこう書いてある。受賞の言葉を拝読しました。85歳の日本推理作家協会の会員です。受賞の言葉ですごい作品を書いてみせると、お書きになりました。どうか私の生きているうちにすごい作品を読ませてください。そういうふうに、ボールペンで手書きで書かれたハガキをいただいた。で、授賞式の時にお会いできなかったんだけれど、その後何度か日本推理作家協会のパーティーで安倍さんとお会いすることができてね。で、その度になかなかすごい作品が書けなくて申し訳ありませんっていうふうに頭を下げ出ました。で、まあその後安倍和恵さん亡くなって、んで、ご家族の方から、亡くなりましたね、いつもご著書ありがとうございますっていうふうに、お手紙をいただいたので、で、まあ安倍さんの仏壇に線香あげにお邪魔したということがありました。で、このおはがき、その本来だったらご家族の方にお渡しすべき手紙だったんですけど、まあこれ、その心、自分の戒めのために、すいませんが、私にくださいということで、手元に置かせていただくということをお願いして、で、未だにパソコンのお脇に置いてあります。で、すごい作品って書けてるんだろうかっていうことをいつも思いながらね、というふうです。いや、だからどうしたっていうと困るんだけど、まあそんなような話です。まあ今日はそんなような具合でね、だから、デビューした時にはとにかく生き残ってくださいよ。あなたが受賞して喜んでる陰には、そう、落選した人のことを噛みしめながらこう進めてこうねっていうこと、そういうことです。今日の話はそんなところで、この番組のお便りご質問を募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。
その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横流者新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに SoundCloud、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Audible などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木喜一郎作家ラジオ、そんなところで、ではではでは。